ホリエモンチャンネル。はい、ということでよろしくお願いします。自己紹介してよ、ホリエさん。あ、ホリエ高海です。寺田由紀です。ということで本日はどんなお客様が来てくださるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。あ、どうもこんにちは。こんにちは、お久しぶりです。続いてのお客様では、お客様ですわ、顔はお客様。あわ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 。座って大丈夫ですか。お客様はですね、大丈夫です。こっち寄りでね。はいはい。まちづクリエイティブの寺井も元勝です。元勝様、はい、お邪魔します。まちづくりクリエイティブ、はい、いやいや、栗が1回多いんです。まちづクリエイティブ、まちづクリエイティブ、そう、よくね、あ、よく間違われるんです。まちづクリエイティブ、そう、はい、繋がっちゃってるんです。まちづクリエイティブ、はい、さて、どういう、そうですよね、そうなります。プロジェクトなんでしょうか。あの、まちづくりなんですけど、見たままなんで、はいはい、あの、普通まちづくりって自分のふるさとをなんかどうにかしたいとか、うんうん、あとはまあ都市計画でコンサルティングみたいなことで建物とか道路とかどう整備してとか、まあ、区画整理して建蔽率とか容積率上げていって大きな建物どう建てるかとか、うん、まあ、どちらそういう再開発か、大体そんな感じが多いんですけど、はい、僕の場合は渋谷にいた人間なんですけど、うん、渋谷でいろいろ公共空間、屋外とか使ったイベントみたいなことをやったりとか、はい、まあ、どちらかというとアート系の人、あの、ストリートアートとか、はい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 、そういう人の応援とか、ストリートスポーツ系のエクストリームの人の応援とかをしてて、まあ、結果的には公園とか街中とかを使って何かやりましょうみたいな企画になるんですけど、はい、それがどん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 大変になってきたなっていう実感を、まあ、20代の時に思って、はい、これはなんか不自由な街にどんどんなっていくんだと思って、はい、なんかどっか自分の知らなくてもいいから新しい街に、うん、まあ、自分が乗り込んでいって、うん、新しい街を作ろう、はい、っていうので、まあ、松戸っていう街に結果いろいろ見た結果松戸っていう街に行っちゃって、で今その松戸の駅前にこうやってコンパスで線を引いて地図に、はい、そのままロゴを作っちゃって、はい、マッドシティっていうプロジェクトをやってるんですけど、今やってるのは松戸って会社やってるのはマッドシティっていう松戸の中に、うん、まあ、架空の街というか、はい、一つそういうバーチャルな区切りを作っちゃって、はい、そこに住民を集めていったりとか、そこに仕事を作っていくっていうことをまあやってます。基本的には廃墟に近い、まあ、できるだけボロボロの物件を借り上げて、うん、まあ、そこを再生していくっていう、どういうふうに再生するんですか。あのですね、結構むちゃくちゃなんですけど、はい、あのボロボロのところを直せる人を連れてくるっていう、住んでもらう人がそのまま直す、住んでもらうとか、アトリエにする人がそもそも直せそうな人を連れてくる。へー、大工とかそういう人だと仕事してやっちゃうんで、はい、だからアーティストとか、はい、デザインやってるけどとか、はい、なんか趣味が木工ですとか、はい、なんかそういうクラフト系の人だったりとか、はい、なんか理由はないんだけど俺はやれると思いますみたいな人とか家とかね、あの壁に穴開けるだけでも今すごい現状回復とか大変だったりとか、はい、何もできないじゃないですか、はいはいはい、やりたかったのにみたいな人がすごいやっぱりいらっしゃるみたいで、そういう人が来てくださって、はい、まあなんか最初が汚いんだけど逆に何してもいいよっていうような物件ばかり扱うんで、うん、どん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 いじってくださって、結果的にはいろんな、まあなんかすごい個性豊かな物件いっぱいできてくるっていう。何件ぐらいやってるんですか。今部屋で言うと今やったら50、60弱ぐらいですかね。60ぐらいの部屋が。え、なんで松戸にみんな行くんですか。ああ、今来てくれてる人ですか。そんな引きのコンテンツじゃないですかね。どうぞって言われても別にね、うん、え、なんで松戸なんか行かなきゃいけないの、うん、みんなそう言いますよね。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました寺井元勝様は千葉県松戸駅前を中心にアーティストやクリエイターが集まるエリア、マッドシティプロジェクトという魅力ある独特なエリアを生み出す街づくりを行っています。ぜひチェックしてください。そして中村健太様運営の求人紹介サイト日本仕事百科、他の求人サイトでは見つからない働き方の概念を変えてくれるような仕事が見つかります。ぜひご覧ください。そして今回ご協力いただきましたリトル東京内にあります仕事バーは、様々な分野で活躍している方が交代でバーに立ちお話を聞くことができます。どうぞご利用ください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。
YouTube チャンネルもよろしくね。